今松本駅にいるんですけど、これから快速列車に乗って長野まで行きます。で、その今から乗る快速列車は E257 系の特急型車両を使われていて、グリーン車がついています。もともと東京から松本行きの特急あずさとして、この松本にやってきた E257 系が松本に到着した後15分後にそのまま長野行きの快速としてその車両が使われるということになってるんですね。なので松本から長野までは特急の車両なんだけど快速列車として運行されるので、普通車だったら何も追加料金なしで乗車券だけで乗ることができます。そしてグリーン車に乗る場合はプラス980円の普通列車用のグリーン券を買うことによってグリーン車に乗車することができます。なので松本から長野まで特急だともうちょっと料金が高いんですけど、まあ、快速列車なのでこの普通列車用のね980円のグリーン券でグリーン車に乗れるという、まあ、お得な列車です。まあ、今度3月のダイヤ改正でこの E257 系を使った快速列車がなくなるらしいので、とりあえずね今のうちに乗ってみようかなという感じです。まあ、ちなみに乗車券はこの信州往復切符ってのを買ったんで、これを使うと普通に往復の乗車券を買うよりも800円ぐらい確か安くなるんですよね。松本から長野まで片道1140円の運賃なんで、まあ、往復で2280円になるわけですけど、これ1470円で松本長野が往復できます。まあ、それで列車の時間まであと30分ぐらいあるんで、ここで夕飯を済ませていきます。松本に来るといつも寄ってる蕎麦屋さんがあるんで今日もそこに寄ってきます。大盛りのざるそばが500円と松本名物の山賊焼きが200円で食べれます。それにしても松本はこのイルミネーションがすごいな。あ、ここです。確か営業時間は20時までだったから大丈夫だよね。普通車の方もね、見ての通りガラガラですね。これグリーン券買ってグリーン車乗る人とかどれぐらいいるんだろう。今間違えてちょっと逆の方向かって歩いてました。グリーン車あっちですね。こっちには新宿行きの E353 系スーパーズさんが止まってます。で、グリーン車ここだな。この8号車の半室がグリーンになってます。ここだな。それで長野に到着したわけですけど、グリーン車そんなに人乗ってないかなと思ったんですけど、まあ、明らかに鉄道オタクだと思われる人たちが5、6人ぐらい乗ってました。まあ、ああいうもうすぐなくなってしまうような電車は鉄道オタクが集まりやすいですから、まあ、自分もあの電車に乗るためにこうして一旦長野まで来ましたからね。で、次の松本方面の電車があと20分後ぐらいなので、その電車に乗ってまた松本まで戻ります。それでは今日はこんなところでいいかな。あとは普通電車で松本まで戻るだけなんで、それではありがとうございました。